1995年の千葉ロッテマリーンズでは、1995年の千葉ロッテマリーンズにおける動向をまとめる。この年の千葉ロッテマリーンズは、ボビー・バレンタインが1年だけ監督を務めたシーズンである。前年、最下位こそ免れたものの、9年連続 B クラスと低迷しているチームは、低迷から脱すべく、広岡達郎をゼネラルマネージャーに迎えた。広岡は、 過去にテキサスレンジャーズ監督を務めていた、ボビー・バレンタインを新監督に招兵、さらに、メジャーのスター選手であるフリオ・フランコを加え、チーム再建を図った。チームは開幕直後に一時低迷したが、イラブ、ヒルマン、小宮山、その川、黒木の先発ローテーションや川本、成本のダブルストッパーが定着すると、次第に成績が上昇した。打線も超打力は欠いたが、堀、 フランコ、初芝のクリーンアップが揃って3割打者となる、好調で、8月には2位へ浮上したが、阪神、淡路大震災からの復興を掲げ、頑張ろう、神戸を合言葉に首位を独走していたオリックスとの差を縮めることはできず、2位でシーズンを終えた。選手やファンが1985年以来10年ぶりの A クラスに枠く一方、巨人型の管理野球を標榜する、広岡 GM と、 過度な練習を嫌うバレンタイン監督、及び広岡 GM 子外のコーチ陣と監督の確執がシーズン中から報じられた。その確執は最後まで修復されることなく、バレンタイン監督とフランコはシーズン終了後に対談した。なお、チームは翌年から2004年まで9年連続 B クラスとなり、この年が事実上は20世紀最後の A クラスとなった。2004年、 バレンタインは9年ぶりに再びロッテ監督に就任し、2005年にはレギュラーシーズン2位からチームを日本一に導いた。網掛けの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。